はい、どうも、B レジェンド鍵谷でございます。今回もね、上野くんといろいろお話をしていきたいなと考えております。今回の お題は、こちら有酸素。あ、出る、出る。わかんない。多分ここにテロップ出るんじゃないかなと思うんだけど、有酸素運動でございます。有酸素運動ですね。はい。YouTube という仕組みを今、理解しました。いや、別に YouTube って、まあ、はい。テロップですね、どうぞ。あのね、まあ、有酸素運動についての話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、トレーニーにはね、まあ、ここ、無酸素運動、筋トレと、まあ、有酸素運動。で、やっぱり世の中のフィットネスする方は有酸素運動っていう方が大半だと思うんですね。多いと思うんですよ。半数以上かなと思うんですけど、まあ、その中でも、筋トレする人も、まあ、減量期は有酸素したりとかね。そういう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ちょっと、まあ、上野くんとね、このゴリゴリトレーニーの有酸素、感をですね、ちょっと一度聞いてみたいなと思うんですけど、はい、有酸素についてどうですか？どうですかで言われますと、ざっくり、まずその好きか嫌いで言うと嫌いです。大嫌いです。大嫌い。はい。でも水泳やってたのにね。もともと水泳を大学時代に部活には所属してたんですけど、うん、出てたのは短距離の種目だったので、ギリギリ有酸素運動にならない、ところで、泳いでました。確かに練習の時は、長い距離も泳がされてたりとかしたんですけど、それ自体は好きでやってたというわけではありません。なるほど。ただ、アルバイトでトレーナーだったり、インストラクターをやってた時は、スタジオレッスンだったりを担当してたので、うん、その中で結構50分ワンセットの有酸素運動に含まれるようなプログラムを、結構もう5年くらいやっていたので、まあ、そういうところはバリバリ有酸素です、ね、そうですね、うん、まあ、そういう時は有酸素という括りで今やってるんだぞというところではなくて、レッスンをしてるんだぞというところで楽しめてはいたんですが、ね、まあ、そういうことがなくて今、メインでデスクワークだったり、外の仕事だったりが多いんですが、その中でそういう機会がなくなったので、それプラスであえて有酸素運動をするっていうことは嫌いだという話でして、ただその中でも大会を目指すにあたってどうしてもその脂肪が落ちにくくなって、取り入れたということはありました。で、今回メインで取り入れてたのは、傾斜をつけたトレッドミルでの、早歩きですね、をやっていました。それは何キロぐらいで歩くの？これも不思議なことにというか、最初は結構 6.5 キロとかで、歩いてたんですが。結構早いよね。そうですね。うん、でもあれか、足長いもん、背が高いもんね。で、それを繰り返していくと、なんか歩くのはやっぱ速くなってくるんですよ。だから最終的に 7.5 キロくらいまでスピード上げる。もうジョギングになってる、ね。一応は走ってはおらず、ウォーキングというところに。ダンダンダンって歩くことですね。そうですね。そういう感じでやってました。で、日によってですけど、その時結構減量の末期とかは、一回トレッドミルに乗ったら、500キロなら500キロ、1000キロなら1000キロ。カロリー数が、一応その体重を入力して計算ができるじゃないですか。その、消費した、キロカロリーの数、それまで、500キロを目指すなら、それが終わるまでは乗り続けるみたいなことをしてました。はい。500キロカロリーで、だいたいその時速7キロぐらいで、何分ぐらい歩くの？はい、私はだいたい、20分から30分の間くらいでした。2、30分時速7キロで行ったら、500キロカロリーぐらいになるの？これも、体重によってその消費するカロリーも違いますし、あとはその算出してるその、式みたいなのもおそらくその有酸素マシンによって違うので、何とも言えないところではあるんですが、あくまで500だの1000だのっていう基準にはのっとってるんですが、自分の中で一つの基準というか、時間何分乗るみたいな基準も一つありだとは思うんですけど、今回はそれではなくて、そういう、カロリー、そうですね、で区切ってみようというところで試してみました。なるほどね。はい、じゃあおおよそ2、30分から1時間ぐらい乗ってるイメージね。そうですね。それくらいを週に大体数で言うと 4、5回くらい朝に乗る。結構だね。はい、結構そうですね。今計算すると結構乗ってましたね。その大会の前は週5ぐらいでトレッドミル1時間ぐらいやってたってこと？そうですね。もう朝起きてすぐだし、もう嫌なことだし、その時は本当にもうイライラしながら乗ってました。ああ、そう。はい。でもあれだよね、やっぱりその朝の代謝、起きてすぐの空腹時に
乗るっていうのがやっぱり一番いいっていうもんね。そうですね。なんかお腹に何もない状態で、まあアミノ酸だけ入れて、乗るっていうところは、ね、まあ脂肪が優位に使われるのかなというところの考えがあったのでやってました。うん、で、まあ何よりそこで歩いたら、まあ朝ごはんも美味しいんですよね。まあそこが結構楽しみで、あの朝は頑張って乗ってました。その辺どうですか、鍵谷さんは有酸素運動。お、大嫌い。いや。あの最近ねやってるんですよ、やってるんですけど、実はねちょっと訳あって、この訳を動画で話が今度できるのかどうかまだ分かんないんだけど、訳あってね1ヶ月ぐらいねほぼほぼ毎日有酸素してるんですよ。で筋トレする時間が取れなくてやってないんですよ。でもね体どんどんちっちゃくなってるの感じるんですよね。もう肩とかね全然張りがないし、こうやったらねやっぱ丸みがあったのにもう丸みがなくなってるのね、うん、悲しくなっちゃう。まあそこについても多分筋肉自体が減ってるっていうところもまあゼロではないと思うんですけど、うんうん、多分筋中のグリコーゲンとかが少しこうなくなったからしぼんで見えるみたいなところがあったりするので、うん、なるほどね、結構でもカーボ取ってるよ。あ、本当ですか。結構あのそうもう暴飲暴食よ。あ、もう全然、全然、こんなこと動画でっていうのが分かんないけど、もう全然食事最近意識してない。ああ。ちょっと意識しない。もうそろそろちょっとしないとダメだなと思ってるけど。この辺も多分、その、見ていらっしゃる方に、こう、お伝えできる考え方だと思うんですけど、うんうん、まあ、急に結構筋肉減ったなっていうふうに感じる方も多いと思うんですけど、うんうんうん、意外と減らないですよ。あ、そう。皆さんが。あ、でもあの、体重計で見る筋量とかで言うと、むしろ増えてるのね。はい、計測上。まあ、ああいうのは、あのね、あの、数字がどう出るかっていうのが、なんだっけ、あの、インピーダンス法だったっけ。あ、そうですね。ああいったもので、体脂肪とか、だから、筋量は、むしろ増えてたり、水分量も今までよりも増えてるんですよ。だから、例えば、クレアチン飲んでる時とかだったら、筋中水分、体の中の水分量が増えて、筋量もアップしてるって数字出るっていうのは理屈としてわかるんですけど、うん、今、トレーニングしてない状態なのに、なぜか筋量も水分量も増えてるっていうのがよくわかんない。どうなんですかね。ちょっとこれもう憶測の話になるので、うん、あの動画ではちょっと切っていただいてもいいんですけど、うん、まあ、多分こう疲労がある時とない時で、うん、あの水分量もちょっと変わってくるのかなっていうのはある。え、どっちの方がどうなるってこと？まあ、疲労が溜まってる方があの水含んじゃうのかなっていう。あ、そう。なんで？まあ、疲労物質が体にあることはやっぱり予想したいから、それを薄めるために水は多分引き込まれるのかなっては思うんですけど。ああ、なるほどね。あるかもね。ちょっとその辺検証した上で、まあまあね、なんか実際理論、うん、なんだろう、エビデンスがあるわけじゃないけど、まあなんか理論上そうなんじゃないかなっていうのは想像はつくよね。ちょっと想像なので、実際それ、まあ。まあ、よくあるね。疲れてる時に朝起きたら体むくんでるっていう、あれがその理屈かもしれない、ね。まあ、言えると思います。うんうん、なんだろう、なんかリンパの絡みとか、代謝の絡みで、むくみが出るっていうことは、水分、量含まれてるところだからね。うん、そうですね。ちょっとそこはまた疲れてるのかもしれない。はい、まあちょっと検証というか、そう調べてからでも確かにね、なんかね疲労感はねずっとあるの。なんかね、いやなんか筋トレしてる方がハードにやってるはずなのに、なんかね変な疲労感があって、ずっとねまぶたがね、もともと奥二重なんだけど目が大きくなってる、ね、子供みたいなんだけど、なんかね多分ね疲れてる。かなりその辺は疲れというところはいろんなところに出るというか、この動画の2日後でね、もう有酸素の地獄から解放されるのでまた筋トレします。だから筋トレしてマッスルメモリーで戻るかどうかっていうのが、ちょっとそれもね検証したいなと思ってるんですよ。そうですね、多分やったら結構、そうそう、多分如実にやっぱりそこも分かるというか、結構やるだけでなんか膨れた感じはありますよね。そのパンプが仮に冷めたとしても、で1ヶ月のこの1ヶ月と10日、1ヶ月と1週間ぐらいの間で筋トレしたのって、サイドレイズを 2,3 セットやったのだけ。ああ、そうですか、うん、よく耐えられますね。すごいよね。俺もだから、いやもうすっごいフラストレーションが溜まりまくってるんだけど、だけどいや、やっぱり仕事からいろんな経験しないとダメでしょ。はい、だから、こんな機会でないと、だから2週間ぐらい、10日ぐらいやらなかったんですよ。で、1週間できない、10日できないっていうことは稀に、時々あったんですけど、でも、これを機に、もう有酸素だけにしようと思って、まあでも途中で、まあ、サイドレーズだけやっちゃったんですけど、で、
で、しぼんでいくのも感じた。嫌だったし怖かった。だけど、こんな機会はもう次の機会あえて作るなんてできないだろうから、もうあえてこの機会に有酸素だけにして筋トレはしないで、そのしぼんでいく悲しさも感じてみようと思ってあえてやってない。なるほど。まあ私個人的にはここまでその筋トレ削ってフラストレーションがたまりながらも筋トレやらないっていう、そうやらないっていう理由が何かっていうのをぜひこの YouTube でお伝えをできる結果に終わってほしいなという気持ちがあります。いやいや、だからある意味さ、なんていうの、よくこのプロボディービルダーみたいなイメージだと思うんですけど、ある意味ボディメイク自体が仕事だと思ってるので、まあ、ボディメイクだから、そのでっかい体作れとかね、もうすごい大会で優勝できるような体作れって、そういうロジックもあると思うんですけど、一般の人がどういう気持ちになるかっていうことを、まあ社長自身がね、感じて、お客さんに、そこに共感できるかどうかっていうところもあると思うんですけど、まあだからもともと僕筋トレやってなかったから、プロテイン売るために筋トレ始めたからね。で、やって、もう面倒だな、嫌だな、とか思いながらやってるところから、あ、面白いになって、あ、体でかくなってきたになって、あ、やったらもっとでかくなるんだになって、あ、こうやれば効率よくできるんだとかいうことも分かって、で、逆に、できてないって悩んでる人のことも分かるし、できてる人のことも分かるし、で、それでまた一足飛びにトップの選手たちともコミュニケーション取るわけじゃないですか。そしたらトップの選手たちの考え方とかも分かるから、だから、そういう、もういろんな初級中級上級すべての気持ちが分かるっていうところがあれば仕事としては生きるなと思うので、だからですよ。なるほど。そういうことじゃなくて、いやもうはい、ちょっと私もその辺検討したいと思います。いやいいよ、もうしなくていいよ、もうちゃんとコンテストで勝てるようにした方がいいから。はい、本筋に戻しましょう。有酸素、有酸素。で、やっぱりこの、動画を見てらっしゃる方って、多分こう、二つに分かれると思うんですけど、有酸素運動を苦がなく、むしろ好きでやりたいっていう人ね。と、そうでない方。できればやりたくないっていう人ね。正直やりたい人は、こんな動画なんか見てないで、やればいいんですよ。好きなことを。間違いないよね。そもそもがね。で、多分その、今の話の中で、ちょっとご提供できるところとしては、やっぱり私たちと一緒で、あんまり好きじゃないけど、やらなきゃいけないような人たちに、何かしらお伝えできることがあるかなと思います。嫌いだけど、強いてやるならというところの、ご提案というか何個かできるかなと思うんですけど、まずなんか好きな種目からやるっていうと、自分がやっていく中で負担にならない、気持ちの負担にならないような、種目、走るのが比較的楽だなって。自転車っていうのもあるし、そうですね、自転車の中でも普通のバイクもあれば、リカンベントバイクもあるし、水泳もあるし、ウォーキングもあるし、ジョギングもあるしね。そうです、ね。なるほど。なんか、とっつきやすいとこからやるっていうのが一つだと思います。テニスやるとかもあるかもしれないね。そこも本当にあると思います。そうかも。テニスもいいな。で、それで言うと、一つのものを作業としてやるよりも、いろいろ取り組むと飽きずにできるなっていうのもあります。今、鍵谷さんが言った通り、テニスもそうですし、私とかも結構、減量中、トレッドミルだけ乗るのが飽きたりとかしたので、例えば、クロスフィットのジムにちょっと体験に行ってみたりとか、あとはもう、昔のと同様、ちょっとプールに入って泳いでみたりということも、飽きないように、やったりとかしました。それ結構、楽しかったですね。なるほど。だから、何かしら、きっかけがあるなら、外で何かしら別のスポーツをするのも一つありだと思います。ゼロと1は大違いだからね。そうですね。だからまず1にするっていうことが大事だし、1ができたら2、3を目指していくっていう感じで、いきなり10目指そうとしないっていうのも大事かもしれないね。そうですね。ゼロ1が大事よね。今だとね、そういうふうにテニスができる施設もあったり、あとフットサルとかのコートも増えてるみたいですし、そういうフットサルもしんどいよね。いや、そうですね。かなりしんどいね。そういうのもちょっと、今は多分、やりやすい、世の中にはなってると思うので、確かにね、そういうのは、どんどん活用していいかなと思います。うん、で、あとは、もう、有酸素運動という、走るとか自転車漕ぐっていうところではなくて、有酸素の、なんていうのかな、脂肪が燃えるような心拍数を維持できれば OK というような定義にして、筋トレの中でもそれをやってしまう。なるほど。心拍数が上がるようなトレーニングを行う。さっきちょっとお話ししたクロスフィットなんかはそれを狙うことがあるんですけど、なるほど、ね。はい。例えばその、ショートインターバルでヘビースクワットをやると、もう多分かなりの強度の、
心拍数も上がるし、あの有酸素運動と同等かそれ以上の強度にはなると思うので、うん、そういうところで筋トレのそのセットの中でそういうようなものを取り入れるっていうのもありだと思います、うん、私自身結構そのクロスフィットに近いところで一時期有酸素運動が嫌だった時はあのヒートですね。HIIT、うん、まあ、タバタプロトコルとか、いろいろ、あの、方法があるんですけど、そういうのを取り入れて、あの、20秒、もう全力でやって、はい、10秒だっけ？そうです、10秒インターバル。10秒か。はい。10秒、だから20秒、まあ、例えば、走れるところがあれば、20秒ダッシュで走って、10秒、ジョグで流して、で、また20秒ダッシュで走って、みたいな、うん、そういう感じですよね。そうですね。結構その、自転車とかが多いのか。そうですね。結構でもそれも筋トレに応用ができたりとかするので、うん、私自身そのバーベル使ってあのクリーン&プレスというか、うん、はい、うん、を、ひたすらやるっていうので田畑でやってた時期もありました。はい、で、やっぱ施設がいるけどね、ちょっとそうですね、やっぱりあの、あ、そうか、でもまあバーンって掘り投げたりしなくていいからこのままやればいいのか、はい、そうですね、で上がらなくなったらプレスの部分だけ省いてクリーンだけで下ろして、うん、でそれで上がらなくなったら最後はもうデッドリフトだけにしてというような強度を落としてって続けるっていうことをしたりもします。床からやってるってこと？床には施設次第です。ね、はい、まあ、そういうふうにでき、まあ、海外は結構あるけどね。そうですね。国内はまあ、あんまりっていうかないよね。基本的にそうですね、大丈夫だと言われてるジムであっても、あんまりバーベルボンと落としてそれを繰り返すのも、あまりマナー的によろしくは感じられないよね。そうですね、うん、まあそれが OK という周りもそれをやってたりとか、うん、実際ジム側で OK を出してっていうような万全の中ではありだと思うんですけど、 まあその辺はちょっとそのまあ入られてるジムとの関係性をちょっと考慮して、ね、まあ、やり方いろいろあるもんね。なんか軽い重量でスミスとかでスクワットをハーフでいいからもう連続でやるとかね。それもありだと思う。めちゃくちゃしんどそうだね、そうですね。考えるだけで、うん、やっぱり足系の種目はかなり、いいと思います。うん、まあ、そのウエイト持たないにしても、バービージャンプなんかも、あの、そうだと思います。はい、うん。っていうところですかね。まあ、こういうところも踏まえて、もし、あの、見てる方で、有酸素運動、あの、やらなきゃいけない状況にあったら、減量が間に合わないとか、なんか競技の距離向上のために心肺機能を高めたいというようなニーズもあると思いますし、そういう方がある方は、まあ、今のお話もちょっと踏まえて何か、工夫をしてみてもいいのかなと思います。ね、ぜひまあね、はい、01始めてもらえればいいですかね。はい、はい、ということで、まあ、今回は有酸素運動について話を聞いてまいりました。動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ということで、ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。